こんにちは。ここ、ステムって言うんですけど、このステムの高さをちょっと今から上げようかなと思いまして、こういうのをね、ずっと買って待ってました。メーカーはプラットっていうかな。スペーサー、軽量のステムのスペーサーっていうやつなんですけど、これを、まあ、あのハンドルに取り付けるステムの下にかますことで、まあ、ハンドルの高さを上げることができます。さっきちょっとクロスバイクの、ハンドルの高さ、ステムまでの高さ、メジャーをねちょっと、持ってきたんですけど、ここからちょうどこの、クイックリリースって言ってタイヤを取り付けるとこがあるんですけど、そこまでの高さをこう測ったら、まあ、3センチぐらいかな、クロスバイクよりこのロードバイクの方が低くなってます。それとこのまま下まで測ってタイヤの一番下のとこまで、今これ94センチぐらいなんですけど、これもクロスバイクは99センチぐらいやったんで、やっぱりクロスバイクの方が3センチぐらい、3、4センチぐらいちょっとね、全体的にハンドルの位置が高い、ステムの位置が高い。ここのこの銀の部分あると思うんですけど、これがフロントフォークって言って、こことこうずっとつながってまして、まあ最終的にはここやっぱカットした方がいいんです。いいんですよね。いいんです。ここをカットした方がいいです。でもここをカットしちゃうと、この状態でカットしちゃうと、これ以上もハンドルの高さは上げられなくなってしまうので、まあやっぱりここカットする前にできるだけこのスペーサーを使って、まあ、高さを上げておいた状態でカットした方が後から調整も効くので、まああの先週自転車屋さんにね持って行った時に、ちょっとやっぱステムっていうかスペーサーの量が少ないというかね、もうちょっと高さ上げてから慎重にカットした方がいいですよって言われたんで、まあちょっと今からスペーサー取り付けようかなと思います。よっ。でこれ今取り付けてるスペーサーがギザープロダクツかなんか、そういうメーカーのステムです。これが1センチかな。で一番高いのが、2番目に高いのはこれで多分5ミリ。新しく買ったやつは全てこれ1センチかける5かな、だから5センチ多分上げれると思います。やっぱこの量だけじゃちょっと少なかった、多分全部でこれで2センチぐらい上がってるんですけど、さらに3センチぐらい上げないといけないです。これ分ぐらい上げないといけないですね。まあとりあえず69センチ、ここからここの高さがそれぐらいになるまでちょっとステム上げてみようかなと思います。まずここのレンチでステムを外さないといけない。いいよ。まあこの辺はちょっとカットしましょうか。ではこれでここを緩めました。2箇所このここまで緩めるとハンドルがねこういう感じで取れるようになります。でこれを量を追加する感じでいきます。よいしょ。よいしょ。外れへんわ。ちなみにこれ全くちょっと関係ない話ですけど、ベルはね取り付けないと走れないので、簡易的ですけど、ちょっとねここのハンドルの太さが太いのでネジが取り付けれなかったので、この辺にね取り付けようかなとかも思ったんですけど、それでも足りない。ちょっと買わないといけないですね。取れへんわ。とりあえず3センチぐらいかな、上げようかなと思うんで、これ2センチ、2センチなんで、まあ、全部これ一旦取り外して、もうすべてこれね5センチ分1回取り付けてみようかなと思います。あ、違うわ。1センチが4つで、これは
5ミリと2ミリと3ミリかな。まあ結局全部で5センチ。ちょっと質感とかが変わっちゃうんで、スペーサーのね。だからできるだけ統一して使いたいなとは思うんですけど、一回これもハンドル抜かないとスペーサーが、これがスペーサーです。こうずっとつけてたスペーサーは多分600円ぐらい、700円ぐらいだったかな。新しく買ったやつにまあ一緒ぐらいの値段なんですけど、ちょっと高いかな。4つぐらいでもいいかもしれないですね。4つにするんやったら最後の1センチは5ミリと3ミリと2ミリで。よし、これで、はい、で一旦取り付けと。よいしょ、グラグラなっちゃう、もうハンドル周りが。もうここから抜けちゃうんですね、あのここステムを緩めると。よし、でこの状態で、まあ、軽く止めといて高さ測ってみましょう。今日は多分最高気温34度とか5度とか。でもここは影なんでだいぶ涼しいですね。まだ10時半朝の。まあ昼過ぎとかはね暑くなるんでしょうけど。あ、これで 62.5。 まあほぼほぼクロスバイクと同じぐらいの高さになってきたかなと思います。クロスバイクもどっちかというとハンドルが高めのね、バイクになるかなと思うんですけど、昨日もクロスバイク乗りましたけど、そんなにハンドルの位置って高く感じてないので、まあもしかしたらクロスバイクと同じ高さでもいいのかもしれないですね。まあロードバイクの方が若干低い方がいいとは言いますけど、あ、でも地面までの高さはこれでも5センチ違います。どうしよう、あと5ミリ上げたい。じゃあ5ミリ抜いて1センチ足して5ミリと1センチ交換したいと思います。とりあえず5ミリと1ミリのスペーサーを交換しました。これで60、まあ3センチ弱ぐらい、地面まではこれで96になりました。よし、これで一旦固定して、サドルもだいぶ低めっていうか、まあ自分の股下測って股下かける 0.87 ぐらいがね、ここの高さに来ればいいぐらいらしいんですけど、ちょっと低く感じてるので、それでもまあ 0.5 センチから 0.5 センチからか 0.5 センチから1センチぐらいこっちもちょっと上げて、でこの状態でハンドルは固定して、どうだし、どうなんやろ見た目は。なんかやっぱちょっとハンドル高いような気すんな。あ、まあちょっとこう前輪の方が今タイヤ高い位置にあるんであれですけど、ここがまあ平行ぐらいになってくれればいいかなと思うんですけどね。まあいっか、一回固定してみよう。まあとりあえず乗ってみて高いなと思ったらまたスペーサー抜けばいいですし、まあ別にここのねスペーサー多い分に関してはカットした後スペーサーとこのステムをね入れ替えてまた取り付ければ OK なんで、ちょっとここがねもう出っ張る形になるかなと思うんですけど、短いよりはいいのかなと思います。これ今ハンドルがタイヤと別々で動くんで
できるだけこうまっすぐにしてステムを取り付けないといけないのがちょっと難しい。ちょっと右向いてんねんな多分。あ、だいぶなんかコラムカットすべき場所が短くなった感じですね。これやと。ついでに今このステムの高さ調整終了したらこのまま、朝日の方に自転車乗っていきまして、防犯登録も済んでるんでね。でコラムカットとあとこのカットするパイプの中に取り付けるスターファングっていうやつがあるんですけど、それを、取り付けてもらおうかなと思います。多分工賃両方合わせて5000円、自分でやってもいいかなとね一見思うんですけど、結局、コラムカットもそうですよ。コラムカットはパイプカットなんで別に専用工具とかいらないかもしれないですけど、スターファングの圧入っていうのはほんまにそれ専用の工具、1回しか使わん工具で、工具も取り付け工費も一緒なんで1000円ぐらいなんで、工具もそうやったら別にプロにやってもらった方がいいかなっていうね。よし、とりあえず取り付いたかな、これで。では、ステムとりあえず取り付けて、サドルもね、まあ1センチぐらいちょっと上げてみました。まあやっぱちょっとハンドルの位置高すぎるかな、見た目的になんかちょっとどうかなっていう、ちょっと高すぎるな、さすがに見た目が。まあこっから1センチちょっと抜いてみようか、一回その辺ちょっと走って1センチだけ抜いてみようかなと思います。まあとりあえず走ってみよう。まあとりあえずね、仮なんで行ってきまーす。高いわ高い高い。あーでも楽やな。うん、なんかあんまり違和感はないですけど、やっぱちょっと高いわ。高いなっていう感じはします。下げよう。なんかむっちゃ自分の周りに鳩が集まってきました。なんかくれると思ってるんでしょうけど、とりあえずさっきの状態から1センチ下げてみました。もう一回走ってみたいと思います。よいしょ。どいてやー。あーこれぐらいでいいかもしらんな。
これぐらいがいいのかもしれないです。よいしょ。ちょっと高い気はしますけどね。まあ一回こんなもんで。まあとりあえずこれぐらいの高さで今からコラムカットをしに行こうかなと思います。まあもうちょっとだけその辺ちょっとだけまあもうちょっとだけその辺プラプラと走ってみて問題なければこのまま、コラムカットにね行ってこようかなと思います。では、自転車のスペーサーの取り付けでした。さよなら。